茨城県上総市で鬼怒川が決壊して、今日で1週間です。復旧作業が続く中、現場は時折強い雨に見舞われています。堤防が決壊した現場から中継です。はい、雨はどんどんと強くなっているように感じます。現在、仮の堤防を建設中ですが、こうした雨に備えてシートのシートなどで補強する作業が急がれています。 茨城県内では明日まで明日の朝までに最大で90ミリの雨が予想されています。市内では下水道に泥が詰まっているため再び水が溢れ出していて復旧作業をする住民に追い打ちをかけています。川の水がまあある程度ありますんでちょっとこれ以上また降るとまたちょっと怖いなっていう。また今も1700人以上が避難所にいます。 皆さん見通しが立たない先の生活への不安を口にしていました国土交通省は今の雨であれば仮の堤防で問題がないとしていますが大型の土のなどを近くに準備するなどして万が一の事態に備えています